久保さん。あの、最初の段階で勝負がついてるのかもしれないですね。まあ、ただ、その、その、勝負に、まあ、塾に頑張って入ったとしても、また次の勝負がありますからね。まあ、それが1回目の勝負であり、1回だけじゃダメであり、何回も勝っていかないとダメですよね。うん。ただ、1回の勝負にも勝てないと、まあ、その後の勝負、難しいな、っていうところはありますよね。 うん、なんか久保さんもいろんな人対応してると思いますけどもやっぱり根性座ってる人は根性座って金,稼い金用意してくる人は、まあ、その後、うん、稼げる確率は、まあ、低いか高いかっていうと、まあ、高いですね、うん。で前回の動画でも言った通おり、まあ、お金がないから入れませんっていう人は、まあ、そもそもうん お金を理由にして、うーん、まあ、勝負から逃げるというか、まあ、逃げてるわけではないですけど、まあ、やろうと思えばいくらでもできるわけですよね。作ろうと思えば。うん。ん。久保さんもね、経験あると思いますけど、いや、今、マージャン店の売り上げちょっとは、なくて、ちょっと、給料払えないんだよね。売り上げがないのは、君たちが売り上げ上げられないからなんだよね。じゃ、給料ないわ。 でお金がない、売り上げが上がらないから、給料を払わないという逃げはできないですよね <laughs>。どうすか、逃げてきました、久保さん <laughs>。お金がないから給料払えないんだよ <laughs>、みたいなね <laughs>。ここ、似てる部分あるんじゃないかなと思いますよね。うん、そうやっぱそこはね、お金がなくても、お金借りてでも何でも作ってきて、給料払,払ってきたんで、僕も。久保さんもそうだとは思いますけど。うん お金がないから給料払えまうんでもそのお金がない理由って結構ね従業員の方がこの売上を作ってないっていう部分もま <laughs> だね一理あるんですけど <laughs> うんはいいってらっしゃい。